にちは、多聞めぐみです。今私は箱根に来ています。バイクってやっぱり面白いし楽しいし、ツーリングもまたその楽しさがギュッと詰まってるんですよね。でも皆さんご存知でしたか？バイクを扱うテクニックやコツ、そういったものを知っているとよりツーリングが楽になったり、バイクをさらに思い通りに扱えるようになるんですよね。というわけで、この DVD ではじゅんさんが厳選したノウハウを4つのコンテンツで紹介。どのテクニックも意外とバカにできないものばかり。しっかり身につければツーリングできっと役立つはずですよ。なんか重いな。ほう、うん、よいしょ。あ、それ結構大変だね。はい、重いです、うん、それちょっとやめた方がいいかも。いや、やめた方がいい、うん、はい、うん、あ、すごく自由が利くようになりましたね、うん、はい。それにさっきまでより軽い気がします。そうだね、軽いね、はい、坂道で U ターンをするにはスイッチバックが得策。バイクを坂道の右側に移動し、そこで一旦停止します。この時大事なのが左足を地面につけること。間違って右足を出してしまうと谷側なのでバイクを支えきれなくなってしまうので要注意。できるだけ先が見えるところを走っていく。先が見やすいところを走るっていうのが、はい、ベースにあると、あとはだんだん分かってくるようになると思うんですね。右コーナーを走る場合、おすすめのライン取りはアウトミドルミドル。コーナー進入はアウトを走り、コーナリングするにつれて道の真ん中あたりを走ります。左コーナーの場合はアウトインミドル。右コーナーと同じくコーナーの進入はアウト側を走り、その後イン側へラインを移します。一つギアを上げてみます、うん、よいしょ。これだけでもすごくスムースな感じになるよね、はい、そうです ね。高いギアを使うとスロットルを大きく開けても加速がマイルドで、さらにエンジンブレーキも小さいためストレスの少ない走行が可能になるのです。